はい、 FM ルーシンド DJ のルーシンです。またまた久しぶりの更新になるわけなんですけれども、まあまあFM ルーシンド更新ペース遅くなってきましたが、しかし、続けることが何よりも大事であるというふうに思いますので、やっぱりちょっとでもね時間のある時にはデジ追っていきたいなと思うわけでございます。まあ例のごとくね、いつも通りということにはなるんでしょうけれども、車運転しながらデジを折らせていただいております。もう最近車を運転しながらのデジオが、自分の中では普通になってきましてですね、これやいかにということですけれども、まあまあ毎回言ってるのでね、同じようなことはもう繰り返しませんが、まあ、とにかく時間を大事にしなければいけないということですね。まあ、あと非常に普段から忙しくてなかなかその収録だけをやるっていう時間を取れにくくなってきまして、まあそういう形でね、それでもデジをやりたい、どうしたらいいんだろう、まあ車を運転してる時間に取るということになります。まあただね、運転しながら撮るということで、まあ、運転に集中しつつ撮るわけですけれども、まあ、ちゃんと会話にもね集中していきたいなと思います。で今回男を鍛えるというテーマで話をさせてもらいたいなと思ってます。2011年の3月、もう忘れようもない大震災があってからですね、僕ボランティアで岩手に行くようになったんですけれども、それがね非常に自分の中ではボランティアに行くですけれども非常にそのストレスになってしまったんですね、ボランティアに行くこと自体が。でもやっぱり自分の中ではそれでも続けたいっていう思いがすごくありまして、また震災地に行くことで受けるその生命に対する危機感っていうのが結構その自分の中でも目覚めまして、でそれどういうとこに影響を与えたかっていうと、食ですね、その食べるっていうことに対してすごく貪欲になったんですよ。で結果として今までの人生の中で一番太ってしまったんですね。キロ数で言うと、震災前からですね、今年の春くらいまでの間に、まあ1年の間にですね、4キロ太ってしまったんですね。で、4キロっていうと、2リットルのペットボトル2個分ですよね。だからそれをね体全体で支えなければいけないということで、まあ、正直その体が重くなってきたなということに気がついていたんですけれども、あまりにも忙しいスケジュールのために、まあ、ストレスがたまるしお腹がすくっていうことに対して我慢できなくなってしまったわけですね。だから食べ過ぎちゃう、どうしても食べ過ぎちゃう。そしてカロリー計算を知ってないので、まあ、とにかく大盛りで食べてしまうと、食べる量が多くなった上に、カロリー計算もしてないので、まあぶっちゃけだからカロリー取りすぎ状態になってしまったわけですよね。でそれで今年の6月になって前々からちょっとずつね太ったんじゃないとか、なんか貫禄がついたねなんていうことをね言われるようになってきてて、自分でもかなり気にしてたんですね。で気にしてるんだけれども、優先順位としてはもうとにかく多忙で時間がない、休日がないということで、そのなかなかダイエットってものすごくエネルギー使うじゃないですか。
食べることに気を使って運動をして、まあ、生活のリズムを整えながら、まあ、カロリーの摂取量をコンスタントに減らしていくという作業が必要なわけで、まあ、もしくはね運動の時間を増やして、消費カロリーを増やすということになるじゃないですか。でもなかなかその運動する時間を取るっていうのは僕のスケジュール的にはこの1年間もう全くもうほとんど無理だったわけですね。でかろうじて歩くという項目があったんですけれども、2年前までは大学行ってましたので、大学に通っているとですね、自然と、後々計算してみると1日1時間以上歩いているという計算になるんですね。例えば駅に行くときに必ず行きに15分ぐらい歩いていると、で帰りも合わせると30分歩いていると、で大学の最寄り駅に着いてから大学に行くまでの間も歩いているということで、よくよく考えると1時間以上は歩いている計算になってたんですけれども、まあ、その歩くっていうのがなくなってしまったっていうのもまたその太った原因だったんですね。前置きが長くなりましたが、でそれから今年の6月からですね、いよいよもう一大決心をしまして、5月からだったかな、5月か6月ですね、ちょっとうろ覚えなんですけれども、まあ、一大決心をして、まあ、もう痩せるぞと、このままでは拉致が開かないし、まあ、現在あれですよね、独身で彼女もいないので彼女すらできないぞということで一大決心をしまして、まあ、普段の食べている自分の食事の量とかで、それによって取られるカロリーっていうのをですね、自分なりに計算しまして、だいたい1食あたりこんぐらい取ってる、だからこんぐらい減らさなきゃいけない、もしくはその、豆腐とかですね、こんにゃくとかカロリーの低いものを、同じ量を食べるのであればカロリーの低いものを、選んで食べなければいけないということで、まず食事を、変えました。で食べる量を、今までの7割ぐらいですね、7から8割ぐらいにしました。要するに 1,2 割、2,3 割減らすという計算なんですけれども、それによって生じる空腹感をどうやってこう満たすか、お茶を飲むということでね、飲み物を、飲み物といっても、いわゆる甘いものはいけません。お水、お茶が、まあ、ほとんどメインで飲むということをですね、6月、7月、8月と続けてきたわけです。その結果ですね、現在4キロ痩せまして、大学4年生頃ですね、だいたい6年ぐらい前の体格というか体重に近づいてまいりました。で最近いろいろ考えることがありまして、今まで自分の内面ばっかりに気を使って生きてきたわけですよ。この話、続きに行きたいと思います。では、おやすみなさい。